タタ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 。もう分かったから疲れるわ。色もんだわ、ここだけ本当。なんか俺だけまともだわ。はい、お左の方がどうぞ。 TikToker の大輝だ。私はね、今バズり続けている、そしてブーストにブレイキングダウンが必要だと思って応募したんですが、何やら DJ 社長がいないな、レペゼンに絡むやつはいないのかねと思ってね。お、ずっと左折してろよお前。はい、じゃ次どうぞ。 DJ ふみやっています。ペペゼンフォックスの DJ 社長と一緒にやってるんですけど、今日正直有名になりに来ました。僕ずっと音楽作ってるんですけど、この中の誰かを倒して絶対有名になります。貴様レペゼン地球なのか。うるせえ。知らんな、あの5人以外は知らんぞ。まあ、お前倒して有名になれんねやったら俺やるで。この大輝に向かって喧嘩をするかな。いいよ。いや俺ら耳でやろうよ。標識で有名になれへんやろ。耳でやろうよ。リンリンで耳でやろうよ。俺らそうだね。鼻あるわ。うーん、おいいね。何が興味がない。ビビっちゃったんだろお前。ビビっちゃったんだろお前。さあ一旦着席してもらっていいですか。長いわ。一旦着席してもらっていいですか。じゃあ左の方、はいどうぞ。双子のケント・ヨシです。今日は本当はっていうか、まあウリだとバン・中村でタッグ組んでもらって2対2やりたいなって思ってきました。俺もバン・中村でやりたいんですよ。いやだからそこ2人でタッグ組んで 2-2 でやろうよ。お互いが縮みすぎてないから。じゃあ今やっちゃえばいいじゃん。じゃあ今やって。2人は2対2の試合がしたいの。まあ、基本したいですけど、なんかさっき俺らとしたいって言ったけど。じゃあそこの2対2一回やってみますか。今からスパーリングで。はい、多分俺ら格闘技そんな経験ないんで舐められてるもんで、ちょっとここで本番の喧嘩をちょっと見せつけようかなと。おでんさん体重何キロですか。俺で65っすね。平石くんとか体重近いかなと思うんですけど、興味ありますか彼。あ、さっきの双子がいいっすね。さっきの双子やるなら。ああ、確かに。それはおもろいな。確かに。あ、じゃあ、しょうちゃん。そういうのきっと、でもいい人じゃない。はい。モノマネ人の前がやめてるし。でかっ。じゃあここ本戦で11月3日2対2でお願いします。はい、うわっ、おー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 お